ウェルキンゲトリクス・アレシアの戦いあるいはアレシア、包囲戦は、紀元前52年の8月から10月にかけて、ガリア総督、ガイウス・ユリウス・カイサル率いるローマ軍と、アルウェル二族のウェルキンゲトリクス率いる、ガリア人連合軍との間で行われた戦闘である。古代ローマにおける、包囲戦の中では、最も大規模なものの一つであった。この戦いの結果、 紀元前58年から続いたガリア戦争は実質的に終結し、ガリアはローマの属州となってその半島に組み込まれることとなった。紀元前53年の戦いでカエサルに敗北を喫して指導者であったアッコを処刑されたカルヌテス族を中心として、以前ローマへ敵対する動きはくすぶっていたが、紀元前52年にカルヌテス族の軍はケナブムを攻撃し、 ローマ人を虐殺し、財産を奪い取った。ケナプムでの事件が、ガリア全土に知れ渡ると、アルウェルニ族のウェルキンゲトリックスは、族内の親ローマ派の反対を押し切って、対ローマへ乗り出すことを表明して、アルウェルニ族以外に、セノネス族、アウレル貴族、ピクトネス族らが共同で、ウェルキンゲトリックスに、ガリア連合軍の最高指揮権を委ねることを決定した。 ウェルキンゲトリクスは未だ挙手を定めかねているガリア諸部族に対して決起を呼びかけ結束を強めるため各部族から人質を取り命令に従わない者は容赦なく処罰したこのようにしてガリアを救護したウェルキンゲトリクスは過去のローマ軍の戦い方を研究しており正面決戦では立ち打ちできないと考え徹底した焦土作戦とゲリラ戦を展開した 重要拠点を除いて、都市や村を焼き払い、食料や家畜も最低限のもの以外は残さなかった。これによって、ローマ軍の兵隊の破壊を狙ったのである。このガリア総決起に対しカエサルは、アンビオリクスに敗れた、紀元前54年の過ちを繰り返さぬよう、要、投影中の十個軍団を素早く結集させた。焦土作戦によって、兵隊を敵地に頼ることができない苦しい。 状況であったが、カイサルは攻撃を決意した。ローマ軍はまず、ケナブムを奪取し、ついで、アウアリクムを目標に定めた。アウアリクムは、ビトゥリゲス族の中心都市で、ゼンガリアの中心に位置する戦略上の要衝でもあり、また、焦土作戦の対象から外れていたため、兵坦の削減としても申し分なかった。ウェルキンゲトリクスはアウアリクムも焼き払うつもりであったが、 ビトゥリゲス族のゼンガリアで最も美しく、最も肥沃なこの街を焼かないでくれという懇願により、取りやめられた。4月までにローマ軍はアウアリクムを制圧、カイサルは見せしめのために住民と守備隊の4万人を皆殺しにした。平坦な問題が解決したローマ軍はより、積極的な作戦行動に移った。 カエサルは、ティゥスラビエヌスに4個軍団を与えて、北部での作戦を委ね、自身は6個軍団を率いて、アルウェル二族の領地である南部を攻撃した。しかし、ウェルキンゲトリクスは粘り強く抵抗し、さらにゲルゴーヤの戦いで、カエサルを破った。この予期せぬ敗北に、カエサルは、ガリアナルボネンシスまで交代し、戦力を再編しようとした。撤退の途中でカエサルは、正教な、 バリア人騎兵に対抗するため、ゲルマン人騎兵を雇い入れた。その際にカエサルは、ゲルマン騎兵を即戦力とするため、ローマ人の貧弱な蒸気とゲルマン騎兵の健康な蒸気を交換させた。山岳地とアルウェルに属支配地域を迂回するため、ローマ軍は一度北上してから東方へ転じた。ウェルキンゲトリックスは、ローマ軍を追尾し、ディジョン近辺で攻撃を仕掛けた。しかし、 ゲルマン騎兵とローマ重装布票の共同行動によって、ガリア軍は敗退した。ガリア軍は逆に追われる立場となり、マンドゥビー族の都市、アレシアへ逃げ込んだ。カエサルはこれを後期と見て、包囲に移った。まもなくラビエヌスの軍団も合流し、包囲軍は、ローマ正規軍十二個軍団と、ゲルマン人騎兵、クレタ人投石兵、ヌミディア人軽装布票等のアウクシリアを合わせて、 約6万人となり、戦力的な不安は解消された。復元されたアレシア包囲戦がアレシアは日本の川に挟まれた丘の上に作られた溶害の都市だった。強襲をかけても損害を出すだけと見たカエサルは、包囲戦を築いて敵の消耗を待つ作戦を選択した。ウェルキンゲトリクスのガリア軍8万人とアレシアの本来の住民が包囲下にあり、それだけ、 兵糧の消耗も激しいと考えたのである。アレシア包囲戦については、ガリア戦記に、極めて詳細な記述がある。ローマ軍はおよそ三週間でこの大土木工事を、やり遂げた。専門の公平将校を置くほど、陣地設営を重視したローマ軍だからこそ可能であった。サシノウズカイワエルキンゲトリックスは、工事を妨害するために何度か騎兵を送り出したが、ゲルマン騎兵の噴戦によって、 ことごとく撃退された。内側からの包囲戦の突破は不可能と判断したウェルキンゲトリクスは同盟部族へ海外鯉軍を要請する死者を派遣した。第一の包囲戦が完成すると、ローマ軍は今度は海外鯉軍の攻撃を防ぐため、外周部に同様の土塁、号、墓標、ゆり、死を設けた。外周部の土塁の総延長は 21km に及んだ。 こちらも内周部と同様に3週間ほどで完成した。これによって、アレシアは二重の包囲船で完全に取り囲まれることとなった。工事が完成すると、カイサルはローマ軍6万人の30日分の食料を運び込ませ、外との連絡を立たれても抵抗できるようにした。包囲下にあるアレシアでは、人身の同様、居住環境の悪化、食料を不足といった。 いくつかの深刻な問題が生じていた。ウェルキングトリックスは、軍内の意見を採用し、口べらしのために戦闘に耐えられないアレシアの本来の住民であったマンドゥビー族を都市から追い出すことにした。都市から追い出されたマンドゥビー族は、奴隷になるから食料を恵み、助けてほしいとローマ軍に懇願したが、カエサルはこれを無視した。アレシア包囲戦と海ガコイ軍の夫人。 左上の円が、包囲戦の弱点9月末、不評25万、騎兵8000の海河鯉軍が到着、アレシアの南西に陣地を築いた。翌日、海河鯉軍は包囲戦に対して、強襲を仕掛け、これに合わせて、ウェルキンゲトリクスも出陣した。ローマ軍の防備は固く、ガリア軍は日没まで攻撃を仕掛けたものの、包囲戦に取り付くことすらできず、 多大な損害を出して撤収した。翌日、ガリア軍は南西から野襲を仕掛けた。この試みは、ある程度の成功を収め、ガリア軍は土塁まで取り付くことに成功した。この騒動を察知したウェルキンゲトリクスも直ちに出陣し、再び内から包囲戦の突破を試みた。これに対しカイサルは、マルクス・アントニウスとガイウス・トレボニウスに騎兵を委ねて、迎撃するよう命じた。 アントニウスとトレボニウスは、まず包囲戦の外に、出撃、叱る後に土塁に取り付いている、海河濃い軍の後方に回り込んだ。海河濃い軍は攻撃の危険を察知し、夜明けを待たずに撤収した。ウェルキンゲトリクスの軍もやはり包囲戦を突破できず、アレシアに引き上げた。この頃になると、ローマ軍も食料が欠乏し始め、苦しい状態になっていた。 包囲下のアレシアはなお悪い状態だった。もはや時間的な余裕はなく、海が濃い軍は、最後の攻撃を仕掛ける決意をした。ウェルキンゲトリクスのいとこウェルカシシュウェラウヌスは、ローマ軍の包囲戦の弱点は北西にあると看破した。この地点は、地形的制約から包囲戦が途切れていたのである。この不備を補うため、カエサルはこの地に二個軍団を置いていた。10月2日、 ウェルカッシュウェラウヌスは6万の軍を率いて北西から攻撃を仕掛けた。同時に残りの海河湖軍は南西から総攻撃を仕掛けローマ軍を引きつけた。さらに方囲下のウェルキンゲトリクスも出陣し南西と北西の二手に分かれて突破を図った。この二点同時攻撃はローマ軍を動揺させた。ガリア軍の攻勢は順調に進み、 北西の包囲戦は崩壊の危機にさらされた。カエサルはティゥス・ラビエヌスに六個大隊を委ね、北西の防御に向かうよう命じた。急行したラビエヌスは、崩れかけていた戦線を立て直すことに成功したものの、依然として、ウェルカッシュ・エラウヌスの構成は強力で、今にも突破されかねなかった。カエサルはデキムス・ユニウス・ブルトゥス・アルビヌスに、騎兵六個大隊。 ガイウス・ファビウスに騎兵7個大隊を委ねて、先に出撃させた後、自ら最後の予備を引いて出撃した。黄色のマントを身につけた、総司令官の姿が現れたのを見ると、これを打ち取るべく、ウェルカッシュ・エラウヌスは矛先を転じた。こうしてカエサルが敵を引きつけている間に、先行させていたブルトゥス、ファビウスの騎兵が、ガリア軍の後方を突き、さらにラビエヌスの軍も反撃に転じた。 パニックに陥ったガリア軍は、間もなく壊滅し、ウェルカッシュェラウヌスは、捕虜となった。遊軍の壊滅を目にした南西の海河湖軍は、行き塑して撤収し、ウェルキンゲトリクスもアレシアに引き上げざるを得なかった。こうして、最後の海河湖作戦も失敗した。翌日、ウェルキンゲトリクスは、すべての将兵を集め宣言した。ガリア人は、ローマに、 ウェルキンゲトリクスを引き渡すことを選んだ。ウェルキンゲトリクスは族長たちを率いて、ローマ軍の包囲戦の前まで進み出た。族長たちの武器を集めたウェルキンゲトリクスは、自らの武器と共に、ローマ軍に差し出した。ガリアの王は、ローマの前に屈した。プルタルコスは、ウェルキンゲトリクスの降伏の様子を次のように記述している。ウェルキンゲトリクスは、最上の武具を身にまとい。 飾った馬にまたがって、アレシアを出た。ローマ軍の陣地へ入ったウェルキンゲトリックスは、着座するカエサルの周りを馬にまたがったままで悠々と一周、した。しかる後、ウェルキンゲトリックスは、馬から下り、すべての武具を脱ぎ捨て、カエサルの足元でひざまずいていたが、ローマ兵に拘束された。ガリア軍と生き残ったアレシアの市民はすべて捕虜となった。アルウェル二族とハエド遺族は、 ローマの寛大さを見せつけるため解放され、一部はカエサルの軍団に吸収された。その他のガリア人は兵士一人につき一人ずつ奴隷として与えられた。ウェルキンゲトリクススローイングヒズ・ウェポンズ・アット・ザ・フィート・オブ・シーザー・フランス人がカリオネル・ロワイアルによる1899年の作カエサルに降伏したウェルキンゲトリクス上記の数字はすべてガリア戦記に基づいているが、 ガリア軍の兵力には明らかな誇張が含まれており、現代の歴史家はおそらくアレシアのガリア軍が2万から3万、海ガコイ軍は5万から7万、つまりローマ軍とほぼ同等であろうと考察している。ウェルキンゲトリクスの降伏は実質的に全ガリアにおける抵抗の終焉を意味した。その後も抵抗を続ける部族もいたが、カエサルによって平定され、紀元前51年には すべての部族がローマの支配下に置かれた。ガリアはローマの属州となり、ガリアルグドゥンレムシス、ガリアベルギカ、ガリアアクイタニアの三つの管区へ分割された。カエサルはガリア征服の成功によりガリアのパトロネジとなり、そこから得られる莫大な資金、人材、資源をもとに自らの立場を強化した。莫大な富と名声を手に入れた。 元老院は特別の計らいとして、通常は5日間までと定められていた、外旋式を20日間開くことを許可したが、カエサルはこれを断った。ガリア総督としてカエサルは自由に裁量を振るい、さらに実力を蓄えていったため、ポンペウスら元老院派は、焦燥感に駆られた。紀元前49年、軍隊の解散と本国召喚を命じる、元老院最終勧告の発動。 カエサルによるルビコン川とかにより、ローマ内戦が勃発した。カエサルはこの戦いを勝ち抜き、すべての政敵を追い落とした。この内戦において、カエサルの軍団を支えたのは、服属したガリア人の兵士であった。カエサルは、紀元前46年に終身独裁官へ選出されたが、紀元前44年に暗殺された。カエサルの部下たちは、また異なった道を歩んだ。 ティトゥス・ラビエヌスは、ガリア戦争後に、元老院派に組みして、ローマ内戦をカエサルの敵として戦い、紀元前45年のムンダの戦いで戦死した。ガイウス・トレボニウスは、紀元前45年に、カエサルのサブコンスルとなったが、カエサル暗殺に加担し、紀元前43年に、スミルナで殺害された。デキムス・ユニウス・ブルトゥス・アルビヌスは、ガリア戦争後も、 カエサルの部下として、ローマ内戦を戦ったが、カエサルを共和制の破壊者とみなすようになり、カエサル暗殺に加わった。その後も、共和制を一貫して支持したが、マルクス・アントニウスに敗北し、紀元前43年に殺害された。そのアントニウスは、カエサル暗殺の首謀者、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスとマルクス・ユニウス・ブルトゥスを、フィリッピの戦いで破って、 カエサルの後継者に名乗りを上げたが、もう一人の後継者候補のオクタヴィアヌスと争いの末にアクティウムの海戦で敗れ、紀元前30年に自殺した。ウェルキングトリックスはマメルティヌスの牢獄での6年間の捕虜生活の後、内戦に勝利したカエサルが、ローマで行った凱旋式の後に処刑された。19世紀、自由主義とナショナリズムの盛り上がりにつれて、 ベルギン・ゲトリックスはガリアの自由と独立を求めた英雄として評価されるようになった。同様にアンビオリックスはベルギーの英雄として評価されるようになった。アレシアの位置は長年にわたって疑問の的だった。候補地としてはフランシコンテのアレーズ、コートドールのアリーズ・サントレーヌの2箇所が挙げられていた。1860年代、フランス皇帝ナポレオン世は、 この問題を解決するための発掘資金を提供し、調査の結果、アリーズ・サントレーヌで、ローマ軍の野営地跡を発見した。ナポレオン三世は、発掘された台座の上に、ウェルキンゲトリクスの彫像を築いた。2004年に、航空考古学の調査によって、包囲戦の痕跡と思われるものが発見され、アリーズ・サントレーヌこそアレシアであると結論付けられた。現在、 同地には、アレシア包囲前を復元した建物が築かれている。しかしながら、アリーズ・サントレーヌはアレシアではないとする声も、依然として存在する。周辺の地形が、ガリア戦記の記述と食い違うこと、8万人を収容するには狭すぎること、などが主な反論である。もっとも、上記のように、カエサルの記述とはいえ、全幅の信頼を置くことは、できない。 他の候補地としては、ジュラ山脈の焦度クロテネエも、ガリア戦記の記述に近い地形であるとされているが、まだ発掘調査も進んでいない。ありがとうございます。